開幕週の中山競馬場です。今日は澤田智樹トラックマンに中山記念の予想を披露してもらいます。よろしくお願いします。まずメンバー見てどんな印象ですか？いや、 やっぱりね、結構こう、まあ、この時期ね、まだ G1 は先なんだけども、はい、まあ、非常にメンバー、好メンバー揃ってね、まあ、今年1年占うような、うん、いいメンバーですね。うん、ちょっと将来性豊かな馬たちが揃ったかなという印象です。はい、じゃあもう早速本命聞いちゃいますか？そうですね、ちょっと人気の盲点になるかなと思って、はい、イルーシブパンサー。イルーシブパンサー、まあ、Z のね、ちょっと京都金牌が結構びっくりする勝ち方、はい、この馬にしては内からもういつもね、ちょっと大外回して、うん、末脚勝負というような馬だったんだけども、はい、で、まあ、岩田騎手が非常にね、巧みに馬群をさばいて直線内から伸びてって、はいはい、こんな競馬できるようになったんだと思って、まあ本当に昔は本当に器用さがないというか、うん、そういうイメージだったんですけども、いや本当ここに来てようやくね、まあ、ハーツクライ3区らしくて、5歳になって本格化する人が多いハーツクライ3区で、ちょっと馬変わったと見ていいのかなと。なるほど。まあ、3歳じゃね、ちょっと中山でこう惨敗して以降一切使われず、もう左回りにこだわって使われてきたんですけども、うん、はい、今の充実ぶりなら全く問題なく、まあ、むしろね、それで人気を落とすような、はい、ちょっとここは狙ってみたいな。今なら中山もこなせるっていうことですね。はい、と思います。人気的にも面白そうですね。そうですね、やっぱりちょっと中山代わりが嫌われてるかなっていう感じで。はい、はい、対抗はどれですか？まあ、総バリアントはね、やっぱあの調教を見ちゃうと、まあ、本当、まあ、今年 G1 取ってもおかしくないなと。抜群の動きでしたね、今週も。はい、なのでね、ちょっと能力では一枚抜けてるかなという気がするので、はい、まあ、まあ、この馬もね、以前よりも操縦性が良くなって、うんうん、まあ、中山問題ないですし、はい、まあ、軸としてはこっちの方が硬いのかなと。はい、はい、3番手も聞いちゃいますか？そうですね、ダノンザキッドですね。はい、1枠1番、まあ、そうですね、まあ、この馬に関しては、まあ、中山ベストだとは思わないんですけども、はい、やっぱりここにその内容をね、見ると本当充実に入った。これもね、ハーツクライ、ジャスタウェイでね、はい、本当に成長力ある馬で、うん、こいつも5歳なんですけど、はい、まあ、これは完全本格化と。本格化、ちょっとね、最内枠というのがどうなのかというところで、うん、ですけども、まあ、能力だけならもちろんここで一枚上かな。そうですよね、 G2 のメンバーだったらですよね。はい、どうですか、あと他に何か印をつけた馬とか？そうですね、まあ、やはり去年ね、勝ったのがパンサラッサ、はいはい、まあ、この馬、このレースといえばね、結構逃げ馬という点では、まあ、ドーブネとか湘南マグマあたり、はいはい、まあ、すんなり隊列が決まるようなら、うん、ちょっと逃げた馬はの残り目は警戒しないといけないなと思います。開幕週ですしね、うん、僕もそれを持って今回ドーブネにしてみたんですけど、前残り狙いですね。いやいやいや、でも、まあ、イルシンパンサー内枠引いたので、はい、まあ、本当こうロスなく立ち回れる馬、ね、はい、逆にちょっと外枠勢に入った馬たちはちょっと軽視して、はい、あ、そうなんですか。行きたいなと。フィシーグアス、スターニングローズ、ラーグルフ、この辺がね、ちょっと 1コーナーまでの入り、はい、でもし外を回らせるようなロスがあるなら、やはり内枠の方に分があるなと思って、ちょっとこの辺は、まあ、少し下げたいなと思ってます。はい、はい、では馬券はどうやって買いますかね？まあ、個人的には、はい、イルーシブパンサー総バリアントの1点をまず、まずガツンと買おうと、はい、思いまして、まあ、総バリアントが万が一ね、飛んだ場合はちょっともうそれだけでこう配当になるんで、一応抑えで買っておきたいなと。とりあえず、まあ、ほぼほぼイルーシブパンサー総バリアント1点勝負の気持ちです、はい、ほぼほぼ1点勝負、はい、じゃあ中山に変わりましたけど、いい当たり引きたいですね。そうですね、お願いします、中山競馬場さん。お願いします、ありがとうございました。